ゼイアドラー、ゼイアドラーと称えられた、ユトランド沖海戦後、イギリス海軍に対して劣勢となったドイツ海軍は、現存艦隊主義のもとで艦隊の主力を、キール軍港に筆速させるようになった。敵のいなくなったイギリス艦隊は、海上封鎖によって、ドイツ経済の消耗を狙った。こうした、上京したドイツ海軍は、U ボートや仮想巡洋艦による、 通称破壊戦に移行した。しかし、イギリス海軍の封鎖船は厳重で、簡単には突破できなかった。そこで、ドイツ海軍司令部は、商船に化けた小船ならば封鎖船をやり過ごせるのではないかと考え、小船での勤務経験が長く、太平洋や大西洋についての知識があり、各国語も堪能なルックナーに、白羽の矢が立った仮想巡洋艦には、戦争当初に、 国会にて、ドイツ海軍 U ボート U-36 によって打破されたアメリカ船績で3本マストのクリッパーホブネパスオブバルマハ号パスオブボマハ1571トンを改造して使用することとなった。船体20.5センチメートル速射砲2門、重機関銃2丁が外見からはわからないように隠蔽して装備された。また、 工程用に使用する500馬力の補助ディーゼルエンジンも搭載された。小銃や手榴弾といった武器は隠し倉庫に積載され、石油タンク、飲料水タンク、食料貯蔵庫も新たに作り替えられた。保養収容のための船室も作り、士官用特別船室、保養専用食堂も備えた。ルックナーは、はじめ船名をアルバトロス号。 アリバトロースイコールはホードリにしようと得ていたが、すでに同盟艦が存在したため、部下と相談して、ゼイアドラー、シーダラーイコール会の和紙とした。イギリスの封鎖を抜けるには、他国籍の商船に偽装しなくてはならない。そこで、ルックナーは、ノルウェーホブネマレタ号に忍び込み、航海日誌を盗み出して、これをもとにゼイアドラー号を偽装した。しかし、準備の間に、 イギリスの封鎖が強化され、その間に、マレタ号は出港してしまった。次に所在不明のノルウェーホブネカレモエ号の名を借りようとしたが、こちらは最近になってイギリス軍に打捕されたという情報が届いた。万作尽きたルックナーは、見つかったら適当にごまかせばよいと出港を決意した。仮の船名は、幸運を祈って婚約者、イルマの名を取った。 1916年12月21日、6人の士官と57人の船員を乗せ、ゼイヤドラーゴーはビルヘルムスハーフェンを出港した。ドーバー海峡は通過できないため、ブリテン諸島の北を回り込むルートを選択した。12月25日、アイスランド南東の沖で、イギリス海軍の巡洋艦アベンジャーに捕捉された。臨権を受けたものの、正体は悟られず、 ゼイヤ・ドラー号は、航海を続けた。1917年1月9日、ジブラルタル沖で、イギリス船籍の石炭輸送機船、グラディス・ロイヤル号、グラディス・ロイル、3、268トンを発見した。ルックナーは、時間を尋ねる信号を送り、グラディス・ロイヤル号が接近してきたところで、ドイツ軍機を掲げ、発砲した。威嚇射撃を発したところで、 グラディスロイヤル号は停戦した。ルックナーは乗員を時間に移動させ、グラディスロイヤル号には爆薬を仕掛けて爆沈させた。以降のゼイアドラー号のやり方は、これとほぼ同様であった。正体を隠して接近し、不意にドイツ軍機を掲げて、発砲、停戦させてから打破するというものである。乗員はすべてゼイアドラー号に移動させてから、船を沈没させた。捕虜は、 船の全部、弾薬庫があったに入らないことと、航行の邪魔をしない限り、船内で自由にすることが許された。翌1月10日、近海で、イギリス船籍の佐藤輸送機船、ランディーアイランド号、ランディーアイランド3、095トンを、打歩、撃沈した。ランディーアイランド号の船長は、以前捕虜先生に署名したことがあり、船に乗ること自体が、 戦時国際法違反であったが、ルックナーは、不問にした。ゼイアドラー号は、ジブラルタル沖を離れ、さらに南下した。ブラジルと、西アフリカをつなぐ大西洋のほぼ中央で、貿易風に乗ってくる船を待ち受けた。1月21日、フランス船籍の小船、シャルル・ブノー号、チャールズ・グノーに、199トンを、打歩、撃沈した。1月24日、 カナダ船籍のスクーナーホブネパーシー号、ピアース、364トンを、ダホ、撃沈した。パーシー号の船長は妻を連れて、新婚旅行中だったという。2月3日、フランス船籍の小石輸送帆船、アントナン号、アントニン、3071トンを、ダホ、撃沈した。2月9日、イタリア船籍の小石輸送帆船ブエノスアイレス号、ブエイニスエーズ、 1811トンを打捕撃沈した。2月19日、イギリス戦績の穀物輸送帆船ピンモア号、ピンモレに431トンを発見打捕した。ピンモア号はかつてルックナーが乗り組んだ船であり、285日という一番長い航海を過ごし、嵐、病気、食料不足と水不足で死にかけた因縁の船でもあった。 ルックナーは、ピンモア号を爆沈させる前に一人で船内を巡り、思い出に浸ったという。2月26日、イギリス船籍の家畜輸送帆船ブリティッシュヨーマン号、ブリティッシュヨーマン1、953トンを、ダホ、撃沈した。この船には、女性が一人乗っており、パーシー号のニーズマと仲良くなったという。同日夜、フランス船籍のラ・ロシフコー号、ル・ラ・チフー・コールド、 に、200トンを、ダホ、撃沈した。3月5日、フランス船籍のホブネ・デュプレックス号、デュプレックス2、に、206トンを、ダホ、撃沈した。3月11日、イギリス船籍の汽船ホーンガース号、ホーンガース、3、609トンを発見した。ホーンガース号の甲板には5インチ砲、127ミリメートル砲が据えられ、無線装置も設置されていた。 ルックナーは正面からの打ち合いでは勝てないので、計略を使った。まず煙を派手に噴出させて火事に見せかけ、助走させた船員を甲板に立たせて、救援を求めさせた。ホーンガース号が救援に近づいてきたところで、すかさずドイツ軍機を掲げ、砲撃を見舞った。砲弾は狙いドーリム戦室を直撃した。この時、ホーンガース号の船員ダグラスページが脱落した。 蒸気パイプの下敷きになって死亡した。確認できる限りでは、ゼイアドラー号の光線における唯一の死者である。続いて、大音響を発する煙突砲。古い煙突に火薬を詰めただけの威嚇専用砲を放つと、ホーンガース号の乗員はパニックに陥った。ホーンガース号の船長はまだ戦う気だったが、声の大きい船員に、魚雷発射用意と叫ばせると、 恐怖のあまり降伏した、実際には、ゼイアドラー号には魚雷など装備されていなかった。この機船は、その積み荷の高さと合わせて、ルックナーの戦火の中で最も大きなものであった。積み荷のコーニャック500箱とシャンパン2300箱、バイオリンやピアノなどの楽器類、高価な絵画や家具などを押収し、ホーンガース号は沈没させた。この頃、 ゼイアドラー号の本来の乗組員と捕虜を合わせた、乗員は300人を超えており、収容能力の限界に近づいていた。3月20日、フランス船籍のホブネカンブローヌ号、コンブローン、1833トンを打破した際、ルックナーは捕虜をこの船に乗せて陸地へ送り届けることにした。ゼイアドラー号は太平洋へ向かうが、海域を離れる時間を稼ぐために、 カンブローヌ号のマストを半分にして速力が出ないようにした。ルックナーは捕虜に日数分の給料を支払い、絵画やシャンパンなどを選別に送った。カンブローヌ号の指揮はピンモア号の船長で最先人のミューレンに委ねた。ルックナーはミューレンに陸に着くまで他船と連絡を取らないことを依頼した。ミューレンは約束を守り、途中で帰船とすれ違ったがやり過ごした。 カンブローヌ号はリオデジャネイロにたどり着き、捕虜は全員解放された。これは、騎士道的な意味合いのみではなく、当該海域で通称破壊活動が行われていることを連合国側に知らしめる効果もある。捕虜の話から、ゼイアドラー号の存在が判明し、イギリス海軍はホーム岬に艦隊を派遣して捕捉しようとした。ゼイアドラ号はこの網をすり抜けるため、 できるだけ南寄りに、ホーンミサキを越えた。4月18日、イギリス海軍の仮想巡洋艦オトラントを発見した。ルックナーは、雷雨の中にゼイヤドラー号を突っ込ませ、敵艦の接近をやり過ごした。ホーンミサキを越えた後、ルックナーは、予備の救命ボートにゼイヤドラー号と記名して、海に流した。そのうちの数隻が、イギリス艦に拾われ。 ゼイアドラー号は沈没したと発表された。これで、しばらくの間ゼイアドラー号の追撃は中止された。太平洋に出たゼイアドラー号は、クリスマス島周辺で行動を開始した。この頃にはアメリカがドイツに戦線布告しており、アメリカ船も攻撃対象となった。6月14日、アメリカ船籍の小船、A.B. ジョンソン号、A.B. ジョンソン、529トンを、 ダホ、撃沈した。6月18日、アメリカ船籍の小ネ、R.C. スレード号、R.C. スレード、673トンを、ダホ、撃沈した。7月8日、アメリカ船籍の小ネマニラ号、マニラ、731トンを、ダホ、撃沈した。太平洋では、イギリス、日本、アメリカの軍艦が網を張っており、ゼアドラー号は以前ほど自由に行動できなかった。 食料や水も欠乏し始めたため、ルックナーは補給と休息のために、ソシエテモロへ向かった。7月29日、モッペリア島に到着。干渉のために内海に入れず、外海に投病した。ルックナーと船員、捕虜は数日間を島で過ごした。8月2日、津波が島を襲った。ゼアドラー号は干渉に乗り上げ、潜伏に、 穴が開き、航行が不可能になった。これ以降の上院の状況については、フェリックス・フォンルックナーを参照。大内健治、戦時商船隊から輸送という多大な功績、三人一社、NF 文庫、2005年 ISBN4 から769824696。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。